よし。OK。寸止めして。OKOKOK。ゆっくり寸止めして。よし、任せろ。ここの発電機は俺に任せろ。よしよし。俺が逆境魂でバチコーンを直して、その間に救ってもらうと。そういう寸法よ。OK。よしよしよし。さあ、どんな感じかな。お、どこだ、トラッパ。ん？おっと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 。ちょっと、これ、ちょっと俺が、お、来た。よし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 。来い来い来い。OK、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 OK。よし。で、ここに確か罠あるから、ここで、で、回復してよ。はい。あ、壊れたのは早いな。早いけど。センキュージェイク。待て。ちょっと待て、これ、ここでワンチャン回復しよう。うん。もうノーワンないから、ここで回復しきって。よしよし、来ない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 、回復しきれ、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 しきれ。よし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 。あ、ちょ、ここで寸止めはいらんねんって。オートヘイブンレッカーズ、アザロフの休憩所にて。はい、ネアさんでやっていきます。寸止め逆境魂楽しいですよね。というわけで、今回は、セルフケアで、あ、逆境魂がまずねメインコンテンツで、怪我をしたらいいね、怪我をしたらそのまんまセルフケアで、まあ、救急箱拾ったからこれも使いつつ、回復して寸止めで、回復寸止めで止めて、アイアンウィルで隠密もしつつ発電機を直すと。最強キラーですね、キラーはそしてね。ちょっとここではスマチャック厳しそうやけど、まあ、弱体化する可能性が高い、うん、スマチャックをちょっとね最後に使っておきたいなと思いまして。なんだが来てる、来てんね。いやー、やだなおっと、破滅じゃないのかこれおっと、おおおお、どうすかね、これはなー、ぬぬぬぬぬぬ、あー寝ちゃった。これはもうスネア置かれて、一発蹴られて、うい、真ん中の方に逃げます。で、ちょっと破滅と逆の方向にガンガン逃げよう。これさ、多分このアザロフってさ、こっち側に俺出たってことは、うい、ね、待ってた。よしよし。んで倒して、お、いいね、そっち行ってくれた。よしよし、まっすぐまっすぐこっち行って、ほい、どんどん向こう行こう。あ、ここやってんか。あ、これは踏んで大丈夫やね、ここは。うい、オッケー。んで回ってくる、ほい、オッケー。どんどん遠く行こう。いや、なんかさ、俺があっちに出たってことはみんなあっちにおるんかなと思って、なのでこっちに逃げれば誰かが破滅を壊してくれるんじゃないかという、スネ置いて、はいはいはい、じゃあ遠く行きましょう。いやー、でもこの窓クソ弱い、うんち、あ、ダメだ戻ってみるけどこれ間に合えへんやろな。あー、あー無理だな。まあ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 、でもどこにおるんやろこれで。あー、でもこっち側おんのか、そっか。なんかフレディがこっち側に初期位置で、で俺がアザロフの向こう側かな。あ、でもあれ、ん、あ、でも向こうに2人おるけど、どうやろう、どうやろうなまあいいや、まあとりあえず向こうにみんなサバイバーおるし、俺はちょっとここでゆっくりしましょう。一人来てくれた、ありがとうありがとう。ワープしたかなフレディ、ね、すぐに向こうの方にね、ういっすスネア踏んでる大丈夫、多分どっか行ったよ。あ、起きてからね。オッケーオッケー、センキュー。よし、でここでもう逆境魂使ってとりあえず直そう。いや、破滅は
壊れなかったな、残念ながら。まあフレディ戻ったっていうのもあるやろ。でも捕まっとる。お、どうした、なんだなんだ、しょかな。いやでもここはね、ちょっと寸止めにするのもちょっと待って、先に修理をね担当します。はい、ダイングライダイングライトなんだよな。あ、飛んできたな。追ってこない。そうそうね、こういうちょっと警戒してる時とかに回復をしたいんだが、あれ、なんか他の人切られたな。どうなって切られたんやろ。まあでもこのタイミングですんのみしましょうね。そう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 、よし、 OK。 こっちやるか。なんか結構進んでんぞ、こういうど真ん中のさっさと。ああ、2人でやろう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 。 OK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 。いやでも眠って遅延するやつとダイングライトと破滅と、もうガチガチ遅延構成やな。ナイスルインボム、オッケーオッケー、センキューセンキューセンキュー。これで逆境魂で抗うと、これ直しとオッケーで、こっちでええやろか。ここ蹴ってる、はいはい、やる。いやでもここやったらちょっと固まるかな。どうやろうな。まあ俺が怪我してるから他の人らが救助行ってくれると信じて、俺はちょっとこの逆境魂を燃やすわ。とりあえず起きる場所も対角線のあっち側やしね、ちょっと無理やよね。あ、切られていく。ちょっとこれあれやな。ここ置いといて真ん中抜きに行くわ。ちょっと判断遅かったかな今の。なんかちょっと躊躇してしまった。やっぱ直しきっちゃおうかなみたいに。いやでもあかんあかんあかん。アザロフは1個直ったら本当は向こうが直したいとこですけど、まぁ、あ、ちょっと今起きよう。思ったより近かった。完全に向こう岸かと思ったけど、いるか。失礼、ちょっとやりますこれを。ちょっと結構フレディやっぱ向こうがおるよな。向こうもう逆側直ったからあっちに釣ってあっち側守ろうっていう立ち回りやんな。まあそうなるよな、アザロフやと。なのでまあとりあえずこの真ん中は抜きたい。あ、救助行ってくれたかな。そう、まあ唯一怪我してないということで、全員怪我したら俺が寸止め逆境直して俺が救助に行く。それで役割分担がすごいできると思う。来るか、来ないよね。向こうに固めるよね。だよね。いやー、切られていくね。でもそうなるよな。向こう側ゆるキャンになるよね。いや、とりあえずここ抜こう。ここ抜くのが、ここ真ん中抜くのは割と寛容やと。今の段階だと。ほんまは向こう抜きたいけど、結構、釣り場所が向こうになっちゃってるからね。結構しんどい。まずはここ真ん中抜きましょう。ういさてどないなるか。ふん、いや止まらん。まあでもあんまグレイト狙わん方がいいよな、せっかく破滅壊れてるし。逆境魂でね。さあ寝るとさすがにあかんな。さあこれでダイングライトが2か3ぐらい、3ぐらいかな、4かな。けどダイングライトの時点では、おナイス、直していくから直そうか。ちょっと待って、給料行こう俺。ごめんごめん、自分で直してくれ。まあこういうこともあるよね。寸止め逆境魂にありがちな直されてしまうってやつ、ね、まあ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 分かれへんからな相手は。よし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 、結構離れてるね。お、待って早くスコア向こうやん。やったやったやった、いいね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 。直す、さっき起こしてもらった方が嬉しいっちゃ嬉しいんやけど、ね、まあまあまあ、まあ、直すか。いやーでもちょっとこの発電機やりたいな。戻ってくるかな、これバベチリつけてたら戻ってきそうやけどな。思いっきり発電機の前で直してるもんだからだ。来なかったね、せず起こしてもらうか、うん、あ、なるほど、誰かスコートしてたやん。 OK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 。
んで、しっかりと直していく。いやーでも、どうやろう、そろそろ結構、いやここ直せたらでかいけどね。このまま、おケースしてる、ナイス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 、そのままバチコ、あー来るよねですよねね、さすがにちょっと向こう追いすぎたかなって思ったよね、多分ね。おーおーおー、チェイス中、ここやるか、怖えー無音修理をちょっとやってみる。うーん、めっちゃ音鳴らしました、はいあー来たよっ、ダメね、はいはいはい、まあ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 で、向こうに行く、とにかく向こうに行く、とにかく向こうに行く、そんな追ってこない気はするけど、お、向こう行く、向こう行く、バンバン向こう行こう、ういあ、行ってる、結構まっすぐ、おい、こんかな、お、来てる、来てる、ラッキーラッキーラッキー、オッケーオッケーオッケー、ちょっとこっち、おびき寄せよう、よしよしよし、この窓はまだ強めで、まあ、このまま、来てる、ん来てなかったかいやでもこれはでかいな、じゃあじゃあそっちじゃない、そうそうそう、あそこ治るかな、いや無理かな、一人しかやってないからちょっと厳しいかな、ナイスー、ナイスすぎるやったぜ、オッケー、いやこれ超でか、まあとはいえフレディは発電クワープがあるから侮れないんだけど、そういうのもこれ完全に2台1台で分かれたから、まあ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 全滅はないでしょう。じゃああとは、うん、2人で直しきってくる、あれもね、キョ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 、修理は続いてる、で2人はうろうろしてて、1人は救いに来てくれてる、いいね、バッチリ直してくれ、フレディ来て、いてるかな、ナイスナイス、お二人直しで始めた、いやあれはもう治るでしょうね、であとは俺が助かるのか、あ、いや治らんかったか、おお、そこに爪あったね、センキュー、あ起こすか、いやちょっと先起こそうぜ、うん、これで眠ってることにより遅延がなくなりっていうのがあるからね、おお倒れていく、どうしようかな、で治って向こうにゲート2つかまだちょっと侮れんな、待って、これ寸止め逆境魂にしとこう、よし、センキュー、で寸止めでゲートまで開けるわ、今はまあ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 、ノーマンもなさそうやしね、まあそっか、破滅イタチあったっけ、イタチあったよな、破滅イタチダイングライトのガチガチ遅延構成で、まやかしか索敵パークかみたいな、呼ばれてる、釣っていく、どうですかね、これこの人助けて、あー最後か、なるほど、気使ってない、じゃあま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 あ、まあ、逆境分けしましょう、 OK、 逆境魂、お、あそう、あ、あれなんか、あゲート開ける速度ってダイングライト効かないんやけど、あそっかそっか、オブセが死んだからか、そうかそうか、オブセが死んだからダイングライトは効いてなくて、アドオンの効果だけやったら逆境魂が勝ってると、オッケーオッケー、これで開け切る、オッケー、そしてよいしょーい、バショーイ、ねえ、どうしようかな、これもう、これはもう直すべき、ちょっと待って、向こうねえ、そうやんな、で肉壁して、おお、お、あ DS か、おお、ナイス、じゃあ肉壁するわ、マジか、 DS すげえ、なんか全然気づかんかったDS のタイミングやっけ、長えな DS、 なんか全然そうですか、おーい、オッケーオッケーオッケー、いやすげえな DS、 強えな、ちょっと今 DS の強さ感じたわ、うん、あ出れたね、オッケーオッケーオッケー、よし、じゃあ帰ろう俺も、いや肉壁はいらなそうやね、出よう出よう出よう、さっさと出ようぜ、
早くしないよ、出るよ。出るときはさっさと出る。これが一番いいと思います。はい。まあ、回復するとポイントちょっとぐらい入るんやっけ、里へとか。まあでもね、さっさと出ましょう。よっしゃ、まあ、3逃げ、上等じゃないですか。そうね、ウィン、イタチ、ダイングライトのガチガチ遅延で。うん、バベチリやね、もう一個ね。うん。でまあまあ、若干ランク差はあれど、まあね、最強キラーのガチパークやし、よく頑張りましたということで、これを動画にしようかな。ご視聴ありがとうございました。寸止め逆境は楽しいぞというわけで、また、チャンネル登録、高評価などお願いします。バイバーイ。今日のラッキーパークは逆境魂なんですけど、まあ、普通に考えたら怪我してる時より、治ってる時の方が、修理できるよね。